愛知県名古屋市東区に本社を置く日本の持ち株会社である。英章が同じ日本郵政グループの持ち株会社とは別企業。アスクの名称で日本の関東地方を中心に保育所172施設を運営している。保育所のほか学童クラブ63施設、児童館10施設を運営。365日開園、年中無休を基本とし、 延長保育、休日保育、一時保育、程度の問題であるが病気の場合の対応など保護者が、保護者の都合で求めるサービスを提供。また、給食メニューに、契約農家の特採米100、100%秋田産、秋田小町を使用するほか、各園で食物を育てメニューに取り入れるなど、園児の食育事業を積極的に展開。もともとは、大和証券出身の創業者、 山口洋がアミューズメント施設でのコーヒーのアゴンサービスで事業を拡大。従業員の福利厚生として託児所を外設したのを契機に保育事業に参入。2010年3月には飲食関連事業の子会社を売却し、子育て支援事業に特化。日本郵政グループと提携し、集配施設の集約化で各集配郵便局だった。 大規模郵便局の空きスペースに保育所を運営する事業で協力することになり、2015年4月より、埼玉市南区の埼玉中央郵便局敷地内に認可保育園を開園この間、2012年2月に山口が辞任。当時は体調不良による入院のためとしていたが、筆頭株主でもあった山口は2017年9月、 会社側に対し臨時株主総会の開催を請求。取締役全員の事実上の即時解任を求めた。山口の請求に対し、会社側は11月22日に、本社のある名古屋市で臨時株主総会の開催を決定。同時に、社内調査の内容として、山口の辞任理由に、社内でのセクハラ行為があったことを公表した。 179の保育園のうち173の園長と学童クラブ、児童館の全69施設長を含めた3029人の従業員が山口の経営復帰を拒否する署名嘆願書を会社側に提出したりセクハラの事実をめぐって山口が名誉毀損訴訟を起こしたりするなどお家騒動の様相を呈した山口の請求で開催された 臨時株主総会は11月22日に名古屋市内で開かれ山口の提案は否決された。前述の山口による臨時株主総会開催請求の過程で社長在任中のセクハラ疑惑が表面化。会社側が社内調査の結果セクハラ行為があったとしさらに外部の弁護士で作る第三者委員会の調査結果でも 山口によるセクハラとパワハラがあったことが認定された。また、週刊誌で山口が女性社員と露天風呂で混浴する写真が掲載された。なお、第三者委員会の調査結果では、2017年時点の代表取締役社長である小木田和弘によるパワハラ、セクハラに該当し得る行為が認められるとも認定されている。一方、 山口は、事実無根を主張し、週刊誌の取材に対しては、混浴した事実は認めたものの、強要した事実はないとセクハラを否定。さらに JP ホールディングスが開示したレポートで、名誉、信用は著しく既存されたとして、2017年11月17日付で、同社を相手取り、名誉既存訴訟を起こした。ありがとうございます。